はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もレインボーシックス CG 三素手爆弾攻撃側、全然中東の どこだっけな、マップにマッチしてくれないけど、いつになったらマッチングしてくれるかな。まあ、しゃあない、ここでやっていこう。何使おうかな。で、防衛側のカプカンかミュートをぜひとも今回は使いたいんだけど、ブラックビア使うか。味方にサッチャーがいなければサッチャーを使おうかな。どうしよう、サッチャー使ってくれるかな。サッチャー使おう。さあ、北川、そうだ、国境だ。国境にマッチしてくれなくて、マッチング設定を変えても、国境に引っかかってくれない。どうしようもない。 さあ、ん？上かな？ん？こっちじゃない。2階、あ、ここにアーマーがある。ということは、ここか。はい、通りますよ、通りますよ。で、ここに、お邪魔しました。こちら。家が。さてと、これレッドドットサイトか。開いてる。被弾したかな。ここちょっとラベリングして、ちら足元は見えないかな。ドローン、ああ、なるほど。右のお部屋に、これテルミットだね。味方一人やられた。バリケード割って、壁越しに見てると思われる。いないか。顔出したな。リロード。こっちから来るか。英国にすりゃよかったが。ロード。一旦ドローン投げて、味方がもう一人やられた。こっちに人、あれはカプカンか？ああ、壊された。3対4。デフューザーの味方やられちゃったな。一回降りて。E3 か。仲間の元に行くか。さっきこっちに敵がいたと思うんだけど。閉じろと。いない。ゲイ。あと一人。ディフューザーゲット。どこにいる。いた。よし、倒した。ヘッドポジションに運よくヒット。
さて、防衛。じゃあ、防衛で、爆弾ならカープ艦を使わせていただこう。この、杭は見えなくなるわ、赤外線は薄くなるわ、そして、高さは自由に設置できるようになるわ、というトラップ。そして、ミュートは範囲が広くなると。じゃあ、まあ、これはもう第3のオペレーターと、第3の追加オペレーターと呼んでいいくらい、カープ艦とミュートは強くなったけど、味方に今回ミュートがいない。さあ、これは同じところ。どうしようかな。とりあえずここにブービートラップつけて、バレそうだけど。敵がそんなところにトラップをつけるって思うくらいの場所につけたいんだけど、例えばね、こういうとこ。待て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 。例えばこういうところとか。あとこっちとか。これが意外とね、引っかかってくれたりするんだが、どうだろう。どこにいようかな。味方の何だったっけな、バルキリーがブラックアイを設置。これ横向いちゃうとちょっと銃先見えちゃうからな。さあ、4つブラックアイがついた。カメラに映んないな。味方ダウン。おお、まずいな。来る？味方やった。死んだ仲間がカメラを見てくれているかな。左の部屋にドローンがおった。おっと、空いてるのか、こっち。おお、負傷。くらい。ああ、あら、よし、四方ミスったがセーフ。でリロードさせて。今の仕様は我ながらかなりひどい。よし、 OK、 いいよ、なかなか。もうね、なかなかヘッドに当たってくれないんだな、これ。さあ、ラウンド3で攻撃、誰使おうかな。アッシュ使ってみよう。アッシュあんまり使うことないけど、最近アッシュにやたらやられることが多いんで、この方は本当に足がね、めちゃめちゃ速いんでね、なかなか狙いづらい。今と同じところらへんだったらアッシュで壁をバンバン破壊できるけど、ブリーチングなんだっけか。上か、上だ。お、同じとこだね。はい。よし、二つとも発見。ハゲ、ステイサム。あ、プロペラなんて乗れるんだ。
あ、今のいいところを見てしまったかも。プロペラの上に乗れるんだ。さてと、G36C だこれは。あれ監視カメラだっけ。 OK で、おそらくまた壁越しに見てる気がする。開いてる。これブラックアイだ。ドローン投げて、で頭隠して、いますな。この部屋はそっちにバルキリー一人か。イエーガーよっ。さあよっ。おっと、これはトラップだ。イエーガーがいて、でバルキリーがいて、バルキリー出ては来ないか。来ないか。味方が一人やった。もう一人やった。もうさらにもう一人やった。反対側をちょっと割って脅かしてみようか。おっ、どうだ。あと一人。場所的にこっちだと思うんだけどな。来るか。違う、味方がもうやってるか。よし、やった、味方がやった。すごい、素晴らしい連携。はあ、勝利。さて、そろそろ国境でプレイしたいので、国境に引っかかってくれないだろうか。こればかりはもうマッチングの運に任せるしかないけど、じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。